はい、英雄伝説空の奇跡 SC 実況プレイのパート138やっていきたいと思います。前回は殲滅天使レントの戦闘に勝利しましたね。まあエステルの、優しさに触れてレンもこれでね、まあ結社と袂を分かつような決心をつけてくれればいいわけですけれどもね。まあまあ言ってしまえばね、直近の作品でもまた別の話を、別の道を進んでるわけですから、まあどうなるか分かりきってる話なんですけれどもね。まあこの先で、いよいよね、レーベとの激突ということで、中枢と最上階に向けて進めていきたいと思います。パーティーはまだ一度も、ここで活躍をしていないケビンと、あとはまあグロリアス探索でしか、一緒に行動してなかったジョゼットを連れてまいりました。まあどちらも後方支援が得意なキャラクターなんで、まあ全然邪魔にはならないでしょう。まあ、ケビンも結構優秀なキャラクターだと思うんでね、まだそんなに使えてないから、あまりしっくりきてないんですけども、やれることは結構豊富というかね、いい技が揃ってると思うんで、あとはまあ道中でどれだけレベルが上げられるか、まあ80ぐらいまで上がってくれれば多分十分運用できるような、技構成になってくれると思うんでね。ここに回復のクラフトを持ってるんで、ジョゼットには回復のアーツが使えるような状態で、まあ探索の時と別に、装備変えたりとかしてるわけじゃないんですけどね。第5層へ。参りましょう。戦わなきゃ。もうこれ完全に早く取られてね。任せて。任せて。あれ、向いてなかった？うるさいか。俺の番よな。いやー、多分君活躍せんのよ、ここでまだ。ステータスがさ、低すぎるがゆえに。アーツ、駆動。ここ耐えてもらって。よし。よし、これ。そこ開けしてんだ、いけるだろ。オッケー。行くよ。よし、オッケー。経験値がポリ。ほい。おいし。ま、こんなもんやろ。ケビン神父までが名前ってのか、だから、本当スポット参戦っぽい感じですね。ここでの表記は普通にケビンなのに。第6層。やっぱここの連中はなんかそんなに、なんだろうね、こっち向いてくれないっていうか、行くよ。油断しすぎなんですよ。さてと。これで終わっちゃう？この調子で行くわよ。いいね、80まではあっさりだ。でも技の成長ないってことは、これで一応完成されてんのかな？はい、任せて。あたしの番ね。オッケー。あ、なんもね。じゃあもしかしてケビン割と同時で使ってたら結構最強キャラだったんじゃね。今さらエピストはさすがに今さら。一応ジョゼットだけまだね、オーブメント完成しきってないんですけど、
て。怒りを入れて。俺の番やな。これ強いよな。CP 回復のクラッド。ボールチェインでいけねえかな。あー足りねえ。な、全開でいくね。了解だよ。オッケー。あ、他二人の攻撃力が低すぎて。ほら、いくで。あ、あの他二人っていうのはあのケビン含めて、いやまあジョゼとケビンです。あ、でもこれ全体じゃねえんだよな。デススクリームかな。アーツ。駆動。任せて。なんかうっとうしいことしてんなお前か。あー普通のダメージでよかった。CP もったいねえ。見るしょ。僕の番だね。分かってた。俺の番やな。それ。任せて。この調子で行くわよ。レベルがね、あ、開いちゃってるね。オーラフェンサー。これはヨシア用の純最強武器。外したー。まあ後ろ取られるよりね。強っ。一撃目で多分防御ダウンして2発目の威力が増強された感じだね。さてさ、お、やった。 OK、 でかした。これが僕の実力さ。レベルアップもだいぶ落ち着いちゃったね。敵が良かったのもあるけど。飛行ジークリンで女性用の。こっちはアーツの威力も上がる。まあバランス取れたステータスしてるエステルにはバッチリな防具だね。よし、後ろ取れた。僕の番だね。外したなお前。珍しい。で、あ、全開で行くで。ほら、行くで。じゃあもう一回。あ、そうか、死にねえのか。ダメだ。もう迷わない。僕は未来のために生きていく。うん、新技ないね。やっぱりスポットか。ここに来て回復装置だもの。ジョゼットの EP が少ねえなぁ。オーブメント育てないからね。しょうがないんだけど。金もだいぶ少なぁ。フリーアイズだ。ダーオムレス。これもあと3回しか作れないやぁ。いや、もうここで使っちゃおう。あらんな。あと10ポイント回復のホット海汁だけ。男鍋も作れない。あ、パエリアいけるな。ちょっと少ないけど、マシだいぶはいい。
エシテルだけ回復しきれてないけど十分でしょう。よし、行こう。レーベ、意外と早かったな。もう少しばかり待たされるかと思っていたぞ。まあ、私たちも少しは成長してるってことよ。さすがにあなたのお仲間にはかなり手こずらせてもらったけど言うじゃないか。だがこの検定を彼らと同じには考えないことだ。正面からの対決において、俺を凌駕する者はそうはいない。たとえ S 級遊撃士や蛇の人といえどな。ふん、言ってくれるじゃない。あなたの強さは嫌というほど分かってるわ。でも私たちも理由があってこんなところまでやってきた。輝く輪による異変を止めて、混乱と戦火を防ぐために、たくさんの人たちに助けられて、私たちは今ここにいる。だから引くつもりはないわ。理由としては悪くない。だがヨシア、お前の理由は違うようだな。え、お見通しみたいだね。僕は自分の弱さと向き合うためにここまで来た。あの時姉さんの死から逃げるために自分を壊したのも、教授の言いなりになり続けたのも、全部僕自身の弱さによるものだった。それを気づかせてくれた人に報いるためにも、大切なものを守るためにも、僕は正面からレーベや教授に向き合わなくちゃいけないんだ。ヨシア、巣立ちの時か。もうカリンの代わりに心配する必要もなさそうだ。これでようやく手加減する必要はなくなった。本気で行かせてもらうぞ。ちょっとどうしてそうなるのよ。ヨシアのことを心配しておいてどうして。いいんだエステル、覚悟を決めただけではレーベは納得してくれない。その覚悟を貫き通せるだけの力が伴っていないとダメなんだそういうことだ。あんたもそういうしもべ呼んでくんの？俺にも俺の覚悟がある。もしお前たちの覚悟が俺の修羅を上回っているのなら、力を持って証明してみるがいい。うん、望むところよ。ま、湖畔でエステルちゃんを連れ去られた時の狩りもあるしな。カプア一家の誇りと意地見せてあげるよ。任せて。まあ、とりあえずデバフだよね。効く、そもそも。あ、デバフは効くね。こういうことであれば早々に絡みついてろ。レーベもアーツを使おうとしている。狙いがエステルか。まあ発動までにちょっとターンあるね。今のうちに他のこともしよう。ラフォルテよりあれか、結構使った方が早いや。さてと、同じくカラニティクロは2段重ねはしなくていいね。ゴールドハイローにしましょう。攻撃力ダウン入れたい気もするけど、攻撃力ダウンを入れられるものは
ない。ゴールド入ろう。圧駆動。ま、見ててごらんよ。ここ2回動かれるの嫌だな。本体にスタンプに入れて。行くよ。ここでロセットを待つと、よし、ま、見ててごらんよ。ま、僕に任せたくなって。 D0 になるけど、来て邪魔でこドルニー、今がチャンス。まあ物理攻撃だろうからな。バックレスト貼っとくか。ヨシアは絶対だね。一番前だし。まあ、シルバーストーンで。スリンを混乱しなければ、あ、するよね。何もしてもなかった。混乱が2ターン麻痺した、ね、守りを処理しよう。ケビンの混乱は嫌だな。嫌な次。さてと。僕の番だよ。これまたシルバーストーンだけど、ヨシは狙われてる分には混乱はしないんで、ハイローだと範囲がな。いやでもまあいいか。いや待てよ。あっ、走り早い。駆動任せて。任せて。パーツ。とにかくヨシュアの攻撃力はガンガン上げておきたい。アーツ駆動。ほら行くで。本当に止まってるね。殴ってスイングスクラフト。行くよ。消費なしのファントムレイド。僕は逃げない。ファントムレイド。よし、いいね。これ攻撃しながらヨシュアに撃つ。さてと。んで、ラポルテ。アーツ。駆動。エシュア早い。いいね。セイ。ダルモアーツ。シルバーソン来るか。うわー、エスクラフトが来たか。砕き散らすのみ。冥王剣。そっち削ってきたかー。みんな、そんな、まずいや。いや、いい、攻める。
まだいける。シーはもうエステルに任せるわ。アーツ駆動。まずいな。よし、バカ火力入った。まずいな。と回復のが何もないと、栄翔中間違いなく、んシルバーソンか、違うよ。いや、シルバーソンじゃない。なんだ、補助呪文か。じゃあアセラス、これあ、自分使ってた。私の番ね。これは駆動解除を狙った方がいいかもしれない、ね、僕の番だね。いや、本体根気。ほら、こっち行くで。起きろ。それです。行くよ。もう僕は逃げない。せいや、キーファストブレイド。見事だ。よし、さてと。待って、分身もそんだけ強いの。さてと。まあでも分身は地元に削りゃいいが、僕の番だね。ま、見ててごらんよ。アーツ駆動。せい、私の番ね。うん、やはり本体ほどあれこれできないくせえな。ほら、行くで。アーツ駆動。よいしょ、早っ。僕の番だね。私の番ね。あー、入んねえ。いや、さてと。アーツ駆動。任せて。僕の番だよ。あとつまんねえ攻撃で倒しまった。